キヤから菊池雄星、その間にランナー3人カーブできました。ショートゴロです。エンダー前に出てさばいて一塁に送りました。ランナーは三塁残塁でしてますので、スイングはありました。結局スライダーでした。三振でこれで3アウトになって一瞬もそうですね。今スライダーでした。三振ワンアウト、先頭バッター菊池雄星取りました。チャラシ、しかし菊池雄星三振です。チェンジアップですね。カーブでした。一塁に送ってこれで三振5つ目になりました。それだけを待ってる、三振してもいいなっていうぐらいですよね。そのストレート、見逃しの三振を取りました。菊池雄星、菊池雄星に完全に抑え込まれた。三振です。三球三振、7つ目入りたいところですよね。空振りの三振でした。もう低めも本当に初めてじゃないかなと思いますね。10個目の三振で締めました。それは侍が取り返すね。三振です。サブライナー長江、いい反応を見せました。素晴らしい反応でした。ピッチャーゴロでした。直球でいってワンアウト。コースを変えてどん詰まりってやつですね。あ、辻監督もおそらく153出てるな9回で、はい、打ってる感じですよね。見逃しの三振、152キロ、12個目の三振です。9回です。152で見逃しの三振です。前回のその1安打完封というのは2013年シーズンのドラゴンズ戦でした。その時は9回でワンアウトはノーヒットノーランだ。センターです。センターの秋山掴んで3アウト。1安打完封勝利で締めました。